こんばんは、けんぞーです。いつも動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。本日はですね、サムネにもあるんですが、なんとついにですね、メタマスクからトークンが発行されてくる可能性がありまして、そのトークンがですね、エアドロップされてくるんではないかというところで、その受け取る際にですね、事前準備がありますので、そちらをですね、解説していきたいと思います。メタマスクユーザーをですね、しっかりとこの動画を見て情報をしっかりと受け取っていただければと思います。まずは早速ですね、いつも通りビットコインのチャート解説からしていきたいと思います。はい、こちらがですね、おなじみのビットコインと米ドルのチャートになっていきます。以前の動画でですね、こちらを抜けたらですね、戻りを狙っていきたいというふうにですね、お話をしていたんですが、ちょっとアップしていくんですが、ちょうどよくですね、反発してきてくれておりまして、しっかりとですね、この辺で利益を取れた方もいらっしゃるんではないかなというところになっております。現在ですね、仮想通貨の相場もですね、かなりちょっと落ち込んでおりまして、FTX などの件がありまして落ち込んでおりますよね。そんな時にはですね、やっぱりあなた自身の力でですね、稼いでいくというところが非常に大切になってきまして、それがですね、2、3年後の半減期に向けて今からの資産構築というところにつながってくるかと思います。現在ですね、仮想通貨 FX の無料ノウハウというところでお配りしておりますので、そちらの無料ノウハウが欲しいよという方はですね、概要欄のこちらに僕の LINE がありますので、 LINE の追加をよろしくお願いいたします。加えてですね、Telegram の方でも有益情報を配信しておりますので、合わせてご追加の方をよろしくお願いいたします。今後もですね、このように有益情報を配信していきますので、今のうちにですね、チャンネル登録とドドンと高評価ボタンをお願いいたします。ベルマーク通知もですね、オンにしていただけるとよりタイムリーに情報を獲得できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。早速ですね、本編に入っていきたいと思います。はい、まずですね、こちらの方のツイッターになるのですが、こちらの方はですね、フォロワーが3万人いらっしゃる海外の方になっております。こちらのツイートになってくるんですが、メタマスクのですね、エアドロップガイドというところで、しばらくの間メタマスクからのトークンの発行についてほのめかしております。これは史上最大のエアドロップになる可能性がありまして、可能な限り最高な MM トークンまたはですね、マスクトークンエアドロップを取得するためのクイックガイドに飛び込みましょうというところにツイートがされております。簡単にまとめますとですね、結構前に知っている人は知っていると思うのですが、メタマスクからですね、トークンが発行されるという噂がありまして、それがいよいよ現実になってきたというところになっております。さらにですね、メタマスクの創設者のジョブ・ロビンさんはこちらにですね、トークンがあることについてですね、言及をしております。さらにですね、 DAO があるというふうにも記載がされておりまして、こちらをですね、一個ずつ紐解いていこうと思うのですが、まずですね、メタマスクが DAO の立ち上げを許可しておりまして、その DAO がですね、メタマスクグランツ DAO と呼ばれる DAO になっております。もっと詳細を見ていくんですが、こちらにはですね、メタマスクグランツ DAO が掲げるミッションというところになっておりまして、こちらの青いところでですね、示したところになってくるのですが、こちらにはですね、そのメタマスク DAO がですね、コミュニティ内に還元するというふうになっておりまして、これがですね、先ほどのツイートされていたエアドロップになっていくんではないのかというところになっております。ただですね、このメタマスク内のサイトであったりとか、メタマスクのですね、ツイッターなどにはまだ公式発表はないんですが、こちらのですね、エアドロップオフィシャルというですね、エアドロップ専門のツイッターのですね、アカウントがあって、かなりのですね、エアドロップ情報を配信されているアカウントになるのですが、こちらでもですね、メタマスクのトークンについてのツイートがされておりまして、こちらはですね、昨日のツイートになってくるんですが、今日ハッシュタグメタマスクというところがツイッターのトレンドに入ったよというところでニュースがなっておりまして、近々ですね、メタマスクのグランツ DAO がローンチされてきまして、マスクトークンまたは MM トークンのローンチが近いよというツイートがですね、こちらのエアドロップオフィシャルというツイッターのアカウントからもされております。ただですね、まだメタマスクからツイッターなどからの公式発表がありませんので、今からですね、そのエアドロップ受け取る際の手順を解説をしていくんですが、必ずですね、参加される際は念のためサブウォレットでの参加をよろしくお願いいたします。今回の手順としましてはですね、5個ありまして、1つ目はですね、こちらの URL からアクセスをしまして、チェーンをですね、追加をします。2つ目はですね、メタマスクブリッジというところで、こちらのですね、 URL にアクセスしまして、イーサリアムチェーンでこちらに接続する必要があります。
簡単に言うとですね、ブリッジ機能を使う必要があります。3つ目はですね、スワップユージングメタマスクというところでスワップ機能をですね使用する必要があります。4つ目はですね、下記の URL をアクセスしまして最低10ドルをですね寄付する必要があります。最後はですね、インフラと言われる会社のリスト登録をですね行う手順になっております。手順としましてはですね、以上の5個になるんですが、僕もかなりですね知り合いであったりとか個人的に調べてみたんですが、まだ情報がですね薄すぎる点などもありますので、先ほども述べたんですが、必ず参加される際はサブウォレットでのご参加をよろしくお願いいたします。こちらをですね必ず徹底をしてエアドロップ受け取る準備をですね進めていただければと思います。はい、本日はですねメタマスクのトークンが発行されてくる可能性がありまして、さらにエアドロップ受け取り準備というところで解説をしていきました。動画で何度もお伝えしたんですが、必ずですね念のためにサブウォレットでのご参加をお願いいたします。またですね、仮想通貨市場も現在 FTX の件などもありましてかなり落ち込んでおります。そんな時にはですね、あなた自身の力で稼いでいくことがですね今後必ず重要になってきます。そのようにあなた自身でですね仮想通貨 FX でしっかりと資産を構築していきたい方はですね、現在僕の方で無料ノウハウというものをお配りしておりますので、下記概要欄のこちらから僕の LINE を追加して無料ノウハウというものをですねぜひ受け取っていただければと思います。合わせて Telegram の追加もよろしくお願いいたします。またですね、今後も有益情報を配信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日の動画はですね以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。